はいどうも、女性保管計画です。えっ、ー、と、今日はですね、2022年の6月の、えー、20 19日ですね、6月19日の日曜日で、えっ、ー、と、ドイツではね、まあ、今年で一番暑い日、ものすごいね、あのー、30度超えて、昨日もかなり暑かったんですけど、今日はもう朝の10時から30度を超えてて、まあ、ものすごい猛暑。 なんていうのかな、先週とかも暑かったんですけど、あの、イギリス風の暑さというか、午前中はかなり寒い。結構寒,い寒くて、なんか上着も必要だな、みたいな。午前中はなんか10度台なんだけど、午後に30度台までは跳ね上がるみたいなね、えー、暑さが大体ヨーロッパの暑さなんですけど、ここ、昨日と今日はもうものすごい猛暑と言えるような気候で、 もう朝の朝から暑いと。お日様上がってからもうすぐ暑いみたいなね、気候で。まあ大変ですね。あのー、結構もう,う、街歩いててもね、もうあのー、街歩く人のね、ヨーロッパ人のね、顔にね、あのー、正義がないです。あの、目が死んでるというか、はあみたいなね。もうなんか、歩くだけで必死みたいな感じです。で今日もね、だから、 えっと、一応ちょっと朝にね、まあ、一日一回ぐらいは散歩しなきゃいけないなっていうので、まあ、あの、最近あの、自分がハマっている電動キックボードだとか、あと、まあ、あの、電動自,自転車、電動自転車とかの乗り捨てのやつにね、ものすごくハマってるので、まあ、それで多少ちょっとね、一時間ほど散歩をする、まあ、歩きも含めて、あの、うん、出歩くっていうのはやっぱりやっといた方がいいなと。 あの、まあ、半月板の手術もしてね、ちょっと運動不足だったんで、結構太り気味なので、まあ、歩こうかと。歩こうかと思ってね、歩いてきたんですけど、もうダメですね。歩いてるだけでね、暑いです。暑くてね、もうね、帰ってきました。もうこれで、あのね、今日やっぱりね、で、あ、そうそう、プールをね、プールを見た、市民プールのね、 えっと、前を通ったんですけど、ものすごい行列です。もうそこ並ぶだけでね、もう死ぬかみたいなね、猛暑の中で、ものすごい行列で、まあみんながね、考えることは一緒なんでね、もうものすごい行列だったんで、まあプールとかないんだと。まあ今日はね、粛々と一日ね、まあ家でこうやって動画撮ったりね、まあ暑くてね、なんかね、あの、ファッションショーみたいなのまたしようかと思ったんですけど、ちょっとやっぱりね、うん、すいません、もうなんかね、 下着です、下着あ。もうね、ちょっと、偽パッドが見えちゃいますけど、もう完全にね、あの、下着で、下着姿で、えー、過ごすのがね、まあ今日精一杯かな、みたいな感じで。あの、いや、実は知ってるんですけど、あの、下着姿とか裸でね、上半身裸で過ごす方が余計暑いんですよね。あの、汗を吸ってくれるものがないから。 汗が吸われてるっていうだけで、あの、T シャツとか何でもいいんで、綿素材の T シャツとかを身につけていて、吸われているっていうのが、ちょっとね、涼しい感覚っていうのをね、もたらすので、この裸とかなってもね、何のね、意味もないのね、わかってるんですけどね。でもあの、なんていうのかな、まあ、ブラジャー、あの、女性下着つけて、その上にやっぱり、なんか、あの、脱いだり着たりするのが、やっぱりあれは暑いんですよね。あの、先週結構ね、あの、 ポリエステルのブラウスを衝動買いしたんで、それをなんか、まあ、着せ替えしてるのね、あの、トライオンハウルビデオを何本か撮ったんですけど、やっぱりあれね、汗むっちゃかきます。汗かいてね、もう終わった時には結構ね、ブラウスとかもね、汗まみれになってしまってね、もうすぐね、洗濯に出さなきゃいけないみたいなね、感じなんでね、ちょっとね、やめようかなと。うん。今日はまあ、まあ、暑いんで、も下着姿、ブラジャーまで。 っていうんでね、まあ、ブレジャーのね、規制会でもね、しようかなとか思ってるんですけど。で、あとね、あのね、あの、こういう暑い日の過ごし方っていうか、乗り切り方っていうんでね、窓を開けるか窓を開けないかっていうところなんですけれども、ドイツはね、窓を開けないのが正解なんですよね。なぜかというと、ドイツの建物って、全部、あの、壁がものすごい厚いんですよ。木造とかなくて、基本的に石造りとか、 コンクリート作りで壁がものすごく暑いのでものすごい暑い日でも日陰とかに行くとそんなに結構暑い寒く感じたりするんですねいきなり日陰とかだとだからまあうちとか今ねこれちょっと見えるようにまあ午前中からあの正午午23時までは結構日,日射がねいいんですむっちゃ日射いいんですだからまあ熱はいいとしてあの熱気が窓上げて てると熱気がブワッと入ってくるんですよねでその熱気が残っちゃうんですよ夜になってもだからあのー、基本的に暑い時は窓を閉め切っておく熱気が入らないようにしておいてあの日金オーディたら夜になって涼しくなったらまああの日の入りがだいたいあのヨーロッパとかだったら21時とか夜の9時とか結構遅いんでその時間帯になったらあのー 窓を開ける窓を開けて涼しくなった空気を部屋の中に入れて涼しくして建物全体を涼しく保つとで夜中は窓を開けておくみたいだねこれ結構寒い時は寒いんですけどまあ自分もはね今はそうしてますねあの建物もまあ日本でいう5階に住んでいて結構気温は暑い方だと思うので夜もねあの窓は開けっぱなしでも結構ねあの寒くないので 夜は窓を開けっぱなしにする。でもう日が昇ったら閉め切るっていうのが一番いいとね、これはね、あの、もうね、まあドイツ人の前住んでいたルームシェアの時のオーナーさんがね、あ大家さんがまあそうしていて、確かにそれはまあ科学的だし、あの効率的だなと思って、そう、それをね、まあ自分もね、自分の人生に取り入れてます。まあその時はね、その時は、その大家さんがね、 自分結構、まあ、地上階の寒いところに住んでて夜中も窓を開けるんで結構夜中もむちゃくちゃ寒くなるんですよあのー、<laughs> なので結構それでね喧嘩しました「何で窓開けるんだ」って言ってたんですけど今、まあ、地上5階とかに住んでいるとあのねやっぱそれがね一番正しいっていうのに気づきましたでこうなんかねその窓見てても分かってる人はやっぱりね締め切ってるんですよ暑い時に。 で、若手ない人は多分まだ開けてる人が結構半分ぐらいいてね、まあちょっと悪いけどバカだなって。大体それね、フランス人とかね、まあいやもう人種差別的ですけど、フランス人とかね、ラテン人なんですよね。ちょっと頭悪いなっていうかね、絶対良くないんですよ。あれ熱い空気こもっちゃいますからね、そのまま。だから、まああの厚壁の厚い建物では、とにかく猛暑の日は、 暑い時は締め切るっていうのがね、実は建物にとってもすごくいいんですよ。あ建物の劣化を推進しない。まあだから暑い空気、熱気をこもらせないっていうのをに今特化したね、あの、防暑、猛暑対策なので、まあ結構ね、これね、使えると思うんでね、あの、まあ何のためになるかわかんないですけど、まあ知っておいてください。では、はい。